はい、どうもこんにちは、RIGです。今回紹介するヨーヨーはこちらでございます。ヨーヨージャムアクエリアスです。このヨーヨー、一世代前のオフストリングヨーヨーでは最強と呼ばれた。大会で使っている人の大半がこのアクエリアスを使うっていうくらい最強のヨーヨーでした。その辺を含めて紹介していきます。アクエリアスのボディ形状はストレート形状、レスポンスは穴開きタイプ、4つ穴のレスポンスです。ベアリングはサイズ B のジャム小径のベアリングが入ってます。このアクエリアス、ヨーヨーマスターのミンヒロノリさんのシグネチャーモデルです。このね、オフストリングのヨーヨー、過去最強、一世代前のオフストリングヨーヨーです。一世代前っていうのはどういうことかというと、ベアリングがサイズ A とか、C とかで統一されていたり、超幅広のボディに結構直径の大きいこのボディと、この大体のこの規格が、確立される前の世代のオフストリングのヨーヨーです。まあ、この世代の特徴としては、リムの部分にゴムが使われていたりとか、ベアリングサイズがバラバラだったりとか、あとはまあレスポンスに穴開き型のレスポンスが使われていることがあったりとか、まあその辺ですね。あと直径がちょっとちっちゃかったり、有効幅もね、今のオフストリングのヨーヨーほどこう広くはない。まあ同時期のヨーヨーとして挙げられるのが、まあハヤブサとか、あとバイパーとかですね。バイパーはちょっと前かな。まあその辺の、現代のこのオフストのこの形が確立される前の、ちょっとこういろいろ試行錯誤をしながらやっていた感じの時代のオフストリングのヨーヨーです。はい、その時代の中でも、一番ねこう使いやすいとされていたオフストリングヨーヨーがこのアクエリアスです。はい、確かに過去のものっていうことで、現代のオフストリングと比べるとやっぱこう直径がちっちゃかったり、有効幅が狭かったり、あとこうゴムのリムなのでうまく跳ねなかったり、ベアリングのサイズもちっちゃいんでスリープの伸びが悪かったり、さらにレスポンスもね、こう穴開き型なのでスカったり、ちょっと戻りが悪かったり、いろいろちょっとした残念が重なって、結果的に見てこう張り合えるほどの性能ではないですけど、同時期のオフストリング用と比べるとやっぱこう振ってみると性能がこう違うなっていうのは感じられます。似たコンセプトの今回、ハヤブサを使って比較的にレビューしていきます。ハヤブサも、ゴムのリムが使ってあって、3つ穴タイプのレスポンスで、ベアリングサイズはサイズ A で、アクエリアスもちょっと大きくなってますけど、大体コンセプトは一緒です。ハヤブサとこのアクエリアス、一番何が違うかというと、まあ、回転力の強さとスリープのこう滑らかさですね。ハヤブサの場合はスリープ力が強くてしっかり戻ってきてくるっていう感じを受けるんですけど、こっちのアクエリアスの方は意外とスムーズに回ってくれる、滑らかに回ってくれて、スリープの伸びも良くて、あと不用意に戻ってくることのない戻りっていう感じの印象を受けました。まあ正直好みもあると思いますけど、この2つを振り比べてオフストリングでトリックがやりやすいのはどっちかっていうと、このアクエリアスかなっていう印象を受けました。サイズ B のベアリングが入っているのにここまで滑らかに回るのは結構驚きましたね。多分ボディ形状とか、重量配分とかでその辺の工夫がね、されていると思うんですけど、このハヤブサの場合はこうパワーがあって、ちょっとこうレール系コンボとかをするとちょっと動かしにくいかなっていう感じを受けるんですけど、このアクエリアスの場合は意外とスムーズに思った通りに動いてくれる。思った通りってほどではないんですけど、今のオフストリングほど思った通りに動いてくるっていうものではないんですけど、でも振り比べた場合に、ちょっと素直かなって、まあまあまあちょっとこうその辺の癖を配慮しながらであれば思い通りに動いてくれるかなっていう感じではありました。はい、なので、他にも、まあ、バイパーとかいろんなオフストリングありますけど、その中でも、まあ、なんとなくですけどこのアクエリアスが使いやすいヨーヨーだっていうのは、まあ、納得できるかなっていう感じですね。なんでね、僕が今更この過去の最強オフストリングヨーヨーを買ったのかっていうと、まあこのね一回最強、過去の最強を振ってみたかったっていうことと、あとはこの穴開き型のレスポンスですね。穴開き型のレスポンスって多分レスポンスの中でも相当戻りが悪い、滑りがすごくいい方の、レスポンスだと思います。なのでこのね滑りの良さを使った特有のねオフストリングのトリックがあるので、それを一回挑戦してみたいなということで、でこのハヤブサだと回転力が強すぎてちょっとやりにくいということで、フィエスタかこのアクエリアスかって言われて、じゃあアクエリアスを振ってみようっていうことで、今回このアクエリアスを、買ってみました。でこのアクエリアス、今紹介する前に何回か振ったんですけど、ちょっと思ったのが幅が狭い、スリットの幅がすごい狭いんですよ。まあ今のオフストリングのようはもうローエッジなので、ほとんどねこうスリットの幅なんて
まあ関係はしますけど、戻りの強さに関係しますけど、そこまでね、こうシビアになることじゃない。エッジが高いハヤブサとかアクエリアスは戻りの強さ以外にもスリープの滑りの良さとかにも関係してくるので、ちょっとこのアクエリアスはね、このスリットの幅が狭いかなっていう感じはしました。なのでシムを挟むとかしてちょっとこう幅を広げるか、ストリングがキティストリングのノーマルだとちょっとこの初期状態だとストリングが太いかなっていう感じですね。普通にマウントした状態でちょっとこう自分の回転力でストリングの上を滑っていく感じを受けるので、なんならキティストリングのスリムが一番ちょうどいいんじゃないかなって思うくらい、戻りの強さをヨーヨーのスリットの幅で調節していたっていうのはちょっとこう最近のオフストに慣れているとちょっとやりにくいかなっていう感じはします。ですけどやっぱここは先ほど言った、穴開きのレスポンスなので、それぐらいでしか調節ができないのがちょっとこう残念っていうか、まあしょうがないことなんですけど、まあその辺注意が必要かなって思ったところです。それともう一つ感じたのが、このゴムのリムですね、ハヤブサの時に地面についた瞬間に自分に突撃してくるくらいの勢いで跳ねるっていうことを言ったんですけど、そこまで急に跳ねるものではなくて、確かに普通のオフストに比べるとちょっと跳ねが弱かったり、角度がちょっと急に戻ってきたりっていうことはありますけど、ハヤブサほど急に自分に体当たりしてくるくらいの勢いで戻ってくるものでもないので、その辺はまあゴムのリムが使ってあるっていうことでちょっと注意すれば、その辺もまあまあ使えるものじゃないんでしょうかっていう感じですね。このゴムのリムはそういう跳ねた時のことを想定しているものではなくて、この時代のね、このゴムのリムは回転力増強ですね、今でいうところの金リムとかっていう感じに近い感じで、重量を外側に寄せるっていう意味合いでのゴムっていう方がこう意味合い的には強いと思うので、まあその辺はしょうがないかなっていう感じですね。はい、それではね、この穴開きレスポンスを使った特有のトリック、今ちょっとできるかどうかわかんないんですけど、その辺を含めてこのアクエリアス振っていくことにしましょう。それでは振ってみましょう。今回はアクエリアスに手を加えることはなくて、ストリングをキティストリングのスリムのホワイトにして、一番細いストリングにして、アクエリアスを振っていきたいと思います。はい、回した感じはこんな感じですね。やっぱちょっとブレがあるっていう感じはしますけど、特に使えないほどのブレではないですね。そしてオフストワインドです。ストリングがねすごく細いので振り慣れていないっていうのはありますね。はい、ですがヨーヨーのこの振った時の抜けの感触とかですけど、幅が狭いので一応こうスリムにして調節はしてますけど、ちょっと引っ張られる感じはしますね。なんですけど穴開き型のレスポンスなので、抜ける瞬間なんかはパッドとかスターバーストに比べるとこう滑らかに抜けてくれるっていう感じは受けます。戻りに関してですけど、穴開き型のレスポンス滑りがいいのでちょっと先端でスリープする感覚を受けますね。スリープして戻ってくる、ちょっと戻る体勢に入ってからちょっと間があって戻ってくる感じっていう感じですね。穴開き型のレスポンスに、ね、慣れている人はこれはね、まあ、普通な感じなんですけど、ちょっとパッドとかスターバーストに慣れている人はちょっとこの辺違和感感じるかなっていう感じですね。今ねストリングを、細めのストリングを使っているので、ストリングを2本ねヨーヨーに乗せた状態でも特に問題なく滑ってくれますけど、これはノーマルとかストリングの太さがねノーマルとか、あとキティストリングでフワットとかちょっと太めのストリングになると2本乗った場合にこう自分のね回転力でこう寄ってきてしまったりっていうことが起きるので、その辺ちょっとね注意が必要ですね。有効幅が狭いのでね、普通のような感覚でトリックをしようとするとちょっとやりにくいかなって感じは受けますけど、まあその辺は技術でカバーかなっていう感じではあります。でエッジが高いので、危ねえ、でエッジが高いのでリジェネレーション系的なくはないんですけど、普通のオフストに比べるとこのね、スリットの幅が狭いので返した時にすごく上に行ったり引っ張られる感じを受けたりするので、その辺ちょっと注意が必要ですね。でさらにね先端でスリップするのでね感覚がずれるっていうのはありますね。あちょっと難しいかな。よっできた。はい、こんな感じですね。僕がねこのアクエリアスを買った一番の理由は、
あ、できないかな。アナーキーレスポンスのその滑りの良さを利用して先端でスリップさせるっていうトリックなんですよ。ちょっとカメラ変えますね。こんな感じ。あー惜しい。こんな感じで、先端でスリップしながらなんか次のトリックをするっていうトリックがやりたくて、この穴開き型のねアクエリアスを買いました。ハヤブサだと戻りが強すぎてこう戻ってきてしまうっていう時があるので、ハヤブサの方がいいっていうことで今回買ったんですけど、むずいですね。その辺やっぱちょっと練習しながら楽しんでいきたいなと思います。まあ、アクエリアスの性能は正直良くはないですね。当時のヨーヨーを触ってみたいとか、ちょっと変わったオフストリングのヨーヨーを触ってみたいっていう人は持っといていいと思いますけど、正直ね、よっぽどのことがないと今の時代にはあまり使わないヨーヨーなんじゃないかなと思いますね。もうコレクションぐらいにしか使わないヨーヨーなんじゃないかなと思うヨーヨーですね。はい、以上でヨーヨージャムアクエリアスの紹介でした。